日本共産党の堀内照文です。安倍政権が掲げた介護離職ゼロについて質問をいたします。私もこの間介護と仕事の両立で苦労されてきた方のお話を伺ってまいりました。要介護後の母親を在宅で介護していた男性は週6日のデイや月14日のショートステイを利用、仕事と両立させるためには保育園並みの時間帯を預かってもらうことが必要で、保険外サービスを自費で利用し、費用負担が月13万円にもなったといいます。こんなことはとても続かないと、かといって仕事を辞めれば収入が途絶え貧困の淵に立たされる、親子共倒れになりかねないと。で、介護が必要になっても高齢者が安心して暮らせるとともに離職を迫られるような家族介護の重い負担の解決は文字通り待ったなしの課題であります。介護離職ゼロ、そして特養待機者の解消を目指して2020年代初頭までに50万人以上の受け皿を作ると、でそのために12万人分の前倒し上乗せ整備をするというのが今回の方針だと思います。資料の1枚目に厚労省が作ったイメージ図をつけておきました。しかし介護離職者は毎年10万人、特養待機者は52万人です。この12万人の前倒し上乗せ整備によってなぜ特養待機者の解消、介護離職にゼロになるのか、厚生労働大臣にその根拠を示していただきたいと思います。厚生労働大臣、塩崎康久君。今先生からご指摘ございましたように、この介護を理由に離職をしないといけないということをなくそうということで、今回このようなプランを作らせていただいているわけで、緊急対策も作らせていただいたわけでありますが、まずこのサービス量を増やす目的でございますけれども、今回の緊急対策は2020年代の初頭までに介護サービスが利用できるやむを得ず離職をする方をなくすというのがまず第一、そして2番目に特別養護老人ホームに入所が必要であるにもかかわらず自宅で待機をされている、そういう高齢者の皆様方を、言ってみれば待機をしなくていい状態に、この待機状態を解消するということを目指して、現行の介護保険事業計画などに加えて、約12万人分の在宅施設サービス等のを上積みをして、約50万人分以上に拡大をするということにしたところでございます。で、その12万人の根拠は何だということでございますけれども、これはですね、まず年間10万人の介護離職者がおられるということがまず大前提でございますが、この介護サービスの利用ができなかったことを離職理由に挙げている方が毎年約 1.5 万人程度いるというふうにアンケート調査などからですね、推測をされるわけであります。で、その対象サービスの中で在職期間の長い、一番長いのは特別養護老人ホームでございますので、これの平均的な在職期間が約4年です。で、したがってこのことを考慮して 1.5万人の4年分ということで6万人ということでございます。それから要介護度3以上の特別養護老人ホームの自宅待機者が約15万人いるというのが、これもまた調査で平成25年度に出ておりますが、このことを踏まえて2020年代初頭までの解消を目指すペースである年 2.5 万人分のニーズに対応することといたしまして、対象サービスの中で在職期間の長い特別養護老人ホームの平均的な、今申し上げた在職期間の4年であることを考慮して約10万人と、こういう計算を、言ってみれば少し余裕を持って、計算をしているわけであります。で、介護離職対策にかかる約6万人分の中にも、この特養待機者である方が、重複しておられると、それを約4万人おられるのではないかということを、やはりアンケート調査などから推論いたしまして、それを差し引いた結果、約12万人分ということになっているわけでございます。今申し上げたように、仮に
特別養護老人ホームに入ればという長い期間を見てますけれども、まあ、中には老健施設の方は少し短いでしょうし、在宅であればそういうことは当てはまらないということでありますけれども、少し多めに見て、この待機者が亡くなり、そしてまた、介護離職をしないといけないのが、サービスがないというがゆえになってしまった人たちを解消しようということでございます。堀内照文君。いろいろ計算をされたということですが、多めに見てとおっしゃいましたが、私は前提の数字がやっぱおかしいと思うんです。介護離職10万人なのに、解消の対象は1万5千人に限定し、特養も52万待機者のうち15万人しかそもそも解消の対象にしてないわけです。まるで実態に合わないと言わなければなりません。離職者10万人の周りにも、介護をしながら仕事をしている介護予備軍が相当数存在し、ビジネス誌でも隠れ介護1300人とか、総介護時代がやってくると、そう見出しが踊っております。特養の待機者も在宅以外の要介護3以上の人たちでも20万人いるわけです。この人たちは特養に入れないから仕方なく有料老人ホームや老健などに入所し、まあ、経済的にどこまで耐えられるかと、そういう思いで待機をしているわけであります。また要介護1、2の人でも認知症の方などは入所が必要な方もおられます。まあ、そういう人たちに対しては全くの無策だと言わなければなりません。で、一方で病院から在宅への動きは加速をしています。2025年度に向けて病床機能分化を盛り込んだ地域医療構想が策定されていきます。昨年6月に内閣官房に設置された専門委員会が2025年度のあるべき病床数を示しております。病床機能分化により必要病床が絞り込まれることになります。この報告書では、それによって2025年度に介護施設や在宅などで追加的な対応が必要になる患者数の推計もしております。内閣官房にお尋ねします。いくらになっているでしょうか。内閣官房高橋内閣審議官。お答えを申し上げます。ご指摘の報告書の推計でございますけれども、これは厚生労働省が作成いたしました地域医療構想策定ガイドラインにおける推計方法に基づきまして、社会保障制度改革推進本部のもとに設置された専門調査会が推計作業を実施したものでございます。本推計におきましては、2025年において介護施設や高齢者住宅を含めた在宅医療等で追加的に対応する患者数を 29.7 万人から 33.7 万人程度と推計しているところでございます。堀内照文君。厚労大臣にお尋ねします。今度の50万人以上の受け皿整備に、こういう人たちの受け皿は含まれているんでしょうか。塩崎厚生労働大臣。今般の緊急対策では、先ほど申し上げたように、2020年代初頭までに、約50万人分の受け皿を整備するということになっているわけでありますが、まあ、これは介護離職防止などでありまして、結論から言いますと、50万人の需要を満たすということと、今の30万人の話がございましたが、それはそれぞれ別の考え方で作られた推計ということでございます。でご指摘の30万人は、地域医療構想政策ガイドラインにおける推計方向に基づいて、2025年の医療需要をもとに、一定の仮定を置いて、介護施設のみならず、在宅医療等で追加的に対応する医療ニーズのある全世代の方々の数を推計した、高齢者だけじゃなくてですね、というものでございます。で、ですから、両者の対象範囲は必ずしも一致するわけではなくて、ご指摘の介護の受け皿である約50万人、それから病床機能分化により追加的な対応が必要となる約30万人とは、それぞれ別々の考え方に基づいて推計されておりまして、この病床機能分化によって追加的な対応が必要となる30万人の中には、介護サービスが必要な方々も当然一定数含まれているわけでございます。したがって今後ですね、平成30年度から第7次医療計画と、それから第7期の介護保険事業計画を策定することになりますが、地域の医療介護のニーズを的確に把握をした上で、医療介護の
提供体制を整備をするよう、国、それから都道府県、そしてまた市町村が一体となってこれから取り組んでいかなければならないというふうに私どもが考えているところでございます。堀内照文君。要するに入っていないということなんです。地域医療構想を進めれば2025年度に向けて順次こういう方々が病院から在宅へ移っていきます。しかし今回の50万人には含まれない、これから含んでいくようなこともおっしゃいましたけれども、しかし今の計画ではそれがないわけです。でこれではとても介護離職ゼロや特養待機者の解消などできないと言わなければなりません。こんな病院からの追い出しを進める病床削減をやめるべきだと。そして必要な特養建設をはじめ介護の基盤整備を進めること、経済的な負担の軽減も含め保険あって介護なしという事態をなくし、重い家族介護の負担をなくす取り組みに本腰を入れて乗り出すべきだということを強く求めたいと思います。でそこで次に昨年行われた介護報酬の引き下げについてお聞きしたいと思います。政府がこの間やってきたのは、やってきたことはむしろ介護の充実からの逆行だと言わなければなりません。ただでさえ脆弱な介護の基盤がより弱体化させられてきました。特に昨年4月の介護報酬の引き下げ、これは処遇改善を除けば平均 4.48% もの引き下げです。これは現場を直撃しております。とりわけ小規模デイサービスの事業所は介護報酬が要介護で平均 9.2% 以上の引き下げ、要支援で平均 21% もの引き下げで本当に窮地に立たされております。東京都北区の定員10人の小規模デイサービスでは報酬引き下げのため十数パーセントもの減収となったといいます。小規模なので加算も取れず報酬引き下げがそのまま経営を直撃しています。所長がおっしゃってました、死刑宣告をされたに等しい、小規模事業所の歴史は終わり、とどめを刺されたと、こうまで語っているわけです。それでも所長自身の給料を月8万円にまで引き下げてでも、利用者に責任があるからと必死で持ちこたえているわけであります。介護報酬の引き下げが事業所閉鎖の危機に追い込んでいる、大臣にこの実態をどう受け止めるのか、小規模事業所にこれほどまでの報酬引き下げを行ってどうやって経営を成り立たせることができるというんでしょうか。厚生労働大臣塩崎康久君。この予算委員会でもですね、何度かこの介護事業者の破綻の話が出てまいりましたが、今それに関わるご質問だったというふうに思います。27年度のこの介護報酬改定、今お話がありましたけれども、基本部分はやはり全体としてその事業者の安定的な経営に必要な収支差は残るように配慮をしながら、一方で賃金が相対的に低い状況にある介護職員については最重要の課題としてこの確保を、その確保をですね、図るために他の報酬とは別枠で1人1万2000円の月額の相当の処遇改善を実現するための加算を新たに追加的に設けたということであり、また中重度の要介護者等を受け入れる場合に加算をするという、まさに今の流れがはっきりしてきているニーズの高まりに対応する、それから小規模な地域密着型サービスに手厚い報酬を設定するなどのきめ細かく配慮するということを心がけ、質の高いサービスを提供する事業者には手厚い報酬をですね、メリハリを利かして、支払うということで、一律の引き下げにはならないように、配慮してきたつもりでございます。その結果ですね、介護報酬改定後も、介護報酬の請求事業所数、これが増加をしておりまして、現在、安定的に介護サービスは提供されているのではないかというふうに思っております。先ほど小規模デイサービスの話がございました。で、この小規模型のデイサービスについても実はこの介護報酬改定後も介護報酬の請求事業所数は増加傾向にむしろございます。で、小規模なデイサービス事業についても評価の適正化を図ったことは今先生ご指摘のとおりでありますが、認知症高齢者や中重度の高齢者を多く受け入れるデイサービスの事業所を評価する加算を設けるとか、あるいは質の高いサービスを提供する事業者には、
手厚い報酬を払うというメリハリをつけるということは何ら変わらないわけであって、一律の引き下げをしているわけではないわけでございます。なお小規模事業所については通常規模型と比べてスケールメリットが働きにくいということに配慮して、基本サービス費を厚めに設定をしているところでございまして、今回介護報酬はマイナス 2.27% ということになりましたけれども、この報酬改定から約10ヶ月が経ちました。厚労省としても介護事業者の動向をしっかりと注視をして、介護サービス全体としてこの介護報酬の請求事業所数は今申し上げたように全体としては増加をしているわけでありまして、全体的にですね、安定的な介護サービスは提供されているというふうに思いますが、今後も必要なサービスがしっかりとそのニーズに応える形で提供されるように、実態を把握をしっかりしながら対応してまいりたいというふうに考えております。はい、堀内照文君。請求件数という話ありましたけれども、総量が確保されているからといってよしとするわけにいかないと思うんです。厚労省自身が昨年7月に行った調査を見ても、それまでもほぼ毎月2000件程度で推移していた事業所廃止届が、昨年4月の報酬引き下げを前にした3月は4263件、一気に倍に引き上がっているわけであります。介護報酬引き下げを前にこれだけの廃止が出されたということ自体は消しがたい事実です。で、事業廃止ということはそれだけ通い慣れたデイがなくなる、慣れ親しんだヘルパーさんがいなくなる、次の事業所を探さないといけない、もうそういう事態に直面するわけであります。だからこそ多くの事業所は利用者を放り出すことができない、本当にギリギリのところで踏ん張っている。で、加算っておっしゃいましたけれども、今私紹介したのはもう加算が取れない、人を置かないといけないですから、加算なんて取れない小規模なんです。で、収支差ってことをおっしゃいましたけれども、月8万所長の給与を引き下げてまで頑張っている、これどこに収支差が生まれるというのか、こういう現実を本当に見ないといけないと思うんです。で、小規模だけではなく、兵庫県尼崎市にある60床の特養では基本報酬100万の減収のところ、加算を取ってようやく40万から50万の減収に抑えることができた。在宅サービス中心に姫路で頑張っている事業所は、取れる加算すべて取っても、4月から9月の累積経営利益は、経常利益は前年比で508万円の減になった。独立行政法人、福祉医療機構 WAM のアンケートでも、特養で、およそ7割の事業所が、報酬引き下げによって減収となったと答えているわけです。赤字で踏ん張ってなんとか頑張っている、それでも頑張っている、ここが踏ん張りきれなくなったら、もう文字通り介護保険制度の崩壊だと、介護離職ゼロどころか家族が関わり込む介護保険制度以前に逆戻りじゃないですか。介護報酬引き下げは直ちに撤回して引き上げるべきではありませんか。厚生労働大臣、塩崎康久君。今、さまざまなご懸念をいただきましたけれども、私どもとしてはですね、都道府県、それから市町村、特に市町村がこの介護券は運営主体でございますので、そことしっかりと連携をしながら、今、情報収集をし、3月の には、今、この調査をですね、今の加算をどう取っていて、中身はどうなっているのかということを含めて、この調査結果を踏まえた上で、さらなる対応をしていきたいと思っておりますけれども、先ほど申し上げたように、10ヶ月経って、今お話がありましたように、さまざまなところがございます。で、私どもも、いくつも私自身も視察に参っておりますし、その経営状態についていろいろと、お叱りも含めて、お聞きをしているところでございますが、先ほど申し上げたとおり、基本的に請求事業者数が増えるということは、やはりニーズに応えながら、それなりにやっているところが増えているということでございますので、ニーズがちゃんと満たされているかどうかをよくチェックをしてまいりたいというふうに考えます。堀内照文君。情報収集されるということでありましたが、もう事業所を廃止するしかないとか、家賃の支払い等であと何ヶ月持つかの問題だとか、いずれ廃業に向かうだろう、もうこんな声で本当あふれております。介護報酬の抜本的な引き上げ、その際利用者負担を増やさないためにも国庫負担をしっかり増やすということも強く求めたいと思います。
続いて人材確保について伺います。介護の受け皿確保の上で最大の問題はこの人材の問題です。人材不足のために、部屋が空いているにもかかわらず入居者を受け入れられない、そういう事例が起こっていることは広く指摘されているところであります。で、25万人の人材確保策というんですが、一番問題なのは人材確保の肝とも言うべき、介護職員の処遇改善、とりわけ他産業と比較して10万円ほどの差がある賃金を抜本的に引き上げる策がないということだと思います。介護離職ゼロというなら介護職離職ゼロをまず目指すべきだと、こういう声に応えるべきだと思います。で、なぜ、介護労働者の思い切った賃上げ策がないのか、今からでも緊急で対策を打つつもりはございませんか。塩崎厚生労働大臣。これは何度も厚生労働委員会でも先生とご議論もさせていただきながら申し上げてきたところでありますけれども、確かにこの人材確保というのは一番大事であり、また介護職の離職を止めるということも大事であることはご指摘のとおりだと思っております。で、したがって今回処遇改善加算というものを1万2000円さらに上乗せをする、そして今までは十分なそのフォローの調査がもう今一つというところがあったということを認めなきゃいけないと思っておりますけれども、どうしても経営の具合で下げなきゃいけないという時であれば必ず書面でそれを報告をしないといけないということで牽制をするということで、実質的に加算がちゃんと取れるようにしていくというふうにしていきたいというふうに思っているわけでありまして、今平成27年10月時点で約7割の事業所が加算の上乗せを行っております。そして25年度の介護従事者処遇状況等の調査によりますと、平成25年4月1日から9月30日の間の介護従事者の給与等の引き上げの実施方法というのを見ますと、給与法表をですね、ちゃんと改定をしてから、この賃金水準を引き上げたということを、私どもとしても給与法をちゃんと、持って、それで、給与を上げていくということを期待しているわけで、それをこの25年の際に始めたわけで、それが 12.7% おります。で、定期昇給を、実施したというのが7割強いるわけでありますが、いずれにしてもこの処遇改善加算は実質的にこの、かつて平成21年度の補正予算で措置された処遇改善交付金より取り組みが始まったもので、平成25年今申し上げた調査時点まで加算額、これ月額1万5000円でありますが、これ変わってないと。で、それに加えてそのような中でもですね、給与法表を改定をするということで労働条件がちゃんと整えられるということが大事なので、その給与表を改定して賃金水準を上げたという事業所の割合は平成22年での調査で 15.1、24年の調査で 13.5、25年の調査では 12.7 ということで、毎年十数パーセント程度は存在をしているということで積み上がってきているわけでございますので、そういう形で給与の改定による賃金引き上げは実質的に加算が開始された以降継続して一定程度なされてきているわけで、こうしたことはこの処遇改善加算はベースアップによるものも含めて、介護職員の処遇改善に、それなりのやっぱり役割を果たしているというふうに思いますが、なお、そういうことが徹底をされ処遇が改善されることを我々としても努力を重ねてまいりたいというふうに思っております。堀内君。今大臣からありましたように、処遇改善加算を行っているとはいえ、本当の賃上げである給与法の改定は1割そこそこなんですね。今資料の2枚目にお配りしましたけど、一番多いのは定期昇給 77.3%、 これはもともと賃上げが予定されていた定期昇給なんですね。ですからこういう声もありました。支給金額は増額したが、介護報酬引き下げを受けて定期昇給はこれまでの4分の3になって、障害賃金はむしろ低くなると、こういう実態なんです。で、基本報酬も含めた介護労働者の抜本的な処遇改善を直ちにやっぱり乗り出すべきだということも求めたいと思います。で、さらに人材確保の上で離職防止も大事な課題だと思います。で、兵庫県内のある特養では夜勤が月に6、7回で半分以上だと、1人で施設内を駆け回り休憩すらできない、歩数を計測すると2万歩を超える過酷な勤務になったと言います。で、人員不足の現状を解決してほしいというのが現場の声であります。
大臣、今回の人材確保策で離職防止、定着促進などを掲げておりますが、過重労働を解消するようなこうした現場の声に応える中身はあるでしょうか。塩崎厚生労働大臣。人材確保のために処遇改善をするということも一つの考え方でございますけれども、同時に今先生ご指摘になったようなこの労働条件、過重労働が防止をされるということも大変重要であることはおっしゃる通りであります。で、今回の補正予算とそれから来年度の予算におきまして、介護ロボットの活用促進、あるいは ICT を活用した生産性向上の推進による介護職員の業務負担の軽減を図るための手立て、あるいは地域医療介護総合確保基金を活用いたしました働きやすい職場づくりということに取り組む事業者を、表彰したりコンテストで競い合ってもらったりというようなことを仕組む、あるいは介護事業者に対する働きやすい職場づくり、それから介護職員の健康確保のための専門的な相談援助などのカウンセラーなども用意をしているところでございます。で、同時に私ども介護の仕事魅力向上懇談会というのを今年の1、この1月からスタートをさせて議論をさせていただいております。で、それは介護の生産性の向上を図って、それから介護の仕事自体が魅力あるものになるということになる、つまりきつい労働から解放していくためのいろんな手立てをやっていこうということで、業務プロセスの改善、このペーパーワークを半分にするとかですね、それから ICT の専門家、先進的な取り組みを行う介護事業者などを集まっていただいて、今の懇談会をやっているところでございますので、先進的な現場の実践も踏まえた議論を深めて、手立てを打っていきたいというふうに思います。堀内君。今ありました介護の仕事魅力向上懇談会、私も資料を見て驚きました。3枚目にお配りしています。労働者の動作を後ろからビデオで撮って、作業をどれだけ時間短縮できるかグラフ化しているわけであります。大臣、これ少ない介護労働者でより多くの利用者を介護せよと、ただでさえ忙しい介護労働者にもっと効率とか働けと、しかも介護の相手っていうのは人間であります。本気でこんなことを導入しようとお考えなんでしょうか。簡潔にお願いします。塩崎厚生労働大臣。これは今申し上げたように、名前の通り介護の仕事の魅力を向上させようということでありますので、その仕組みをどういうふうに作っていくのがいいのか、ロボットについてもですね、かつては介護ロボットというのは、私ども同期の小野伸也さんというのが言い出したときにはみんなびっくりしましたが、今当たり前であって、それがなければ介護する方の体も守れないということであります。で、したがってその生産性といってもいろいろな形がありますから、今お話をいただいたようなことが私たちの目的では別にあるわけではなく、介護の仕事を全体として魅力あるものにするために何ができるのかということを、率直なご意見を皆さんからいただいて決めていきたいと考えているところでございます。堀内君。時間が来たので終わりますけれども、効率化のすべて私たちも否定するわけではありませんが、これでは本当に過重労働の進めであり、介護労働者や利用者の尊厳を傷つけるものだと言わなければなりません。魅力向上どころか介護の仕事の魅力を損なうものだと、こういうことをやっぱやめるべきだと厳しく求めて質問を終わります。